積みストッパーをメタルエース、ハルムジルクです。本日はですね、ブラックキレムを使っていきたいと思います。このポケモンの強さなんですけど、2つあると思っていて、1つ目がね、氷電気の範囲。メイン一本のスララバリと電気技の範囲が非常に強力。で、2つ目がね、特性のテラボルテージ。まあ、これ実質型破りなんですけど、型破りプラスね、連続技のスララバリによって、積みストッパーになり得る相手のね、タスキポケモンですとか、天然ポケモンっていったところで止まらない点が非常に強力。で、さらにね、このブラックキレム逆にね、弱かった点として、元のタイプが氷ドラゴンっていうところだったんですけど、まあ、ただね、今作はテラスでタイプも変えていけるということで、ね、このブラックキレムの強さを何千回実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はいはいはい、ミライドンね。いや、俺自身ちょっとミライドン軸諦めたから強さ見せてほしいな。でもこれは、まあ、一旦初手オーロンゲからでよくて、でもちょっと地面は欲しいからカバルドンも欲しくて、まあ、キュレムでいいんじゃないかな。結構相手のね、ラッシャーとかに対しても、まあ、キュレム、あのね、型破りあるから、貫通していけるんでいいんじゃないでしょうか。まあ、これでいいんじゃないかな。これでいきましょう。はい、お願いします。さあ、相手の先発、ランドロス。まあ、悪くないんじゃないかな。またランドか。ランド出てきやすいんかな、そんな。挑発持ちとかかもね。まあ、一旦リフレクからで。もうないでしょう。リフレク。相手は？あ、ステロね。はいはい。ちょ、キュレム痛いな。なんか普通に痛いんだけど。まあ、じゃあここは一旦イカ様でいいかな。まあ、裏にも結構負荷かかると思うし。ラッシャーいなかったら相当いいはず。まあ、ラッシャーいってもデンジャーとかでいいんじゃないかな。ここは自信。うん。まあ、結構ランド処理しちゃいたいから、いいんじゃないですか？ん？あ、食べ残しか。はいはいはい。まあ、イカ様で拡散取れてそうだから、いいんじゃないかな。僕はこのままイカ様連打します。オーロンゲが硬いな。トンボ返り。ラッシャーがいないと嬉しいんだけどね。あ、キュレムは強いんだけど、ちょっとキュレム展開するまでに微妙だから。ラッシャーね。はいはいはい。まあ、じゃあちょっと電磁波入れちゃおうかな。イカ様。5つ目ね。あ、眠れありそうだな。まあ、一旦電磁波までは入れちゃおうか。電磁波、ビリビリビリと。さあ、ここもう一旦ちょっと耐えてほしいが、あくび、ほいほいほい。なるほどなるほど。どうしよっかな。キュレム投げるか。一旦川にしようかな。ちょっとね、まだオーロンゲ寝かせたくないんで、ここは川投げていきましょう。ステロが痛いですが、どっからまヒットし、ういーういーまあ、自信、あ、まあ、こっちもステロ巻いちゃおうか。そうだね。ちょ、早めにステロ巻きます、こっちも。ステロ巻いて。まあ、むしろ地割れで突破してくれたら、それはそれでキュレム展開できるからいいんだけどな。アクビー。アクビ連打される方がだるいんだよな。実はね。実はだるい。じゃ、ここはもう一回オーロンゲ投げましょう。いや、どこでキュレム出すかだな。まあ、リフレクは最悪なくてもいいな、これ。この試合ね。まあ、ヘイラッシュ相手には壁なくても多分キュレムが壁残せるのと、光の壁がむしろ欲しいかな、ミライドン相手にね。ここは一旦引っ込めて。さあ、オーロンゲ。よいしょ、ステロが痛いですか。青く動けない、ナイス。ちょっとチクチク削っていきましょう。じゃ、ここは一旦光の壁張っちゃおうかな。そうですね。ここで光の壁張って、で、まあ、ちょっと対ミライドンに備えましょう。相手は動けない、かわいそう。いや、でもこれな、着地際にこれね、あくび入れられるのが嫌だから。あ、 OK、 ここリフレク張り直せんのめっちゃでかくて、まあ、言うても欲しいからね。イカ様で自主退場できたら最高なんだけどな。5つ目もらってね。相手はじゃ、なんかごめんって。オーロンゲ強すぎてごめん。オーロンゲとか電磁波強すぎてごめん。一回眠ろうしてくれてもいいしね。イカ様、ここはちょっとラッシャー削っていきましょう。落としてくんないかな。味割れね。オッケーオッケー、全然いい全然いい。ここはイカ様連打で、ね、オーロンゲ自主退場で、ここ眠るとか押してくれたら、まあ、キュレムの竜舞の起点にできるんで、それはそれでオッケー。ちょ、なんかごめん、マジでごめん。でここは満を持してキュレムくん出動。キュレム出して、ああ、じゃあここは一旦身代わりでいいかな。それか、竜舞でもいいけど。一旦、ミガ竜とか。まあ、これで相手のね、ヘイラッシャーに対して、まあ、アクビスカスたら最高。まあ、ウェブタでも大丈夫。まあ、ミライドンバックとかが一番めんどくさいけど。オッケーオッケー。まあ、交代してこないんだったら、これが全体よ。眠るね。全然構わない。全然構わない、それは。ここは一旦、竜舞積んでいきましょうか。悠々とね。悠々と竜の舞。
ヘイラ社、HB ヘイラ社だと思うんで、まあ、ワンパンできるラインまで持っていきたいかな。あとは寝言があるかどうか。ダメ系回しときます。ああ、プライチで落とせんの？え、強いな。さあ、OK、ここはリュウマいい。まあ、2枚するかどうかだな、悩むとしたら。まあ、身代わり残した方がでも強そうか。そうだね。寝言がないと嬉しいか。OK、OK、ない。落としに行っちゃおうかな。プライチデンテラクロスサンダーで落ちる。2枚積んだとして、まあ、スカーフミライドンだけがちょっと懸念なんだよな。314だから、2枚したらまあ一応スカーフまで抜けるか。あ、でも落としに行った方が強そうな気がするんだよな。そうだね。ちょっとデンテラクロスサンダーでいきます。ここは落としに行きましょう。引っ込める。まあ、取っとくらっしゃ。まあ、それはそれで、ランドロス。まあ、ここは威嚇入んないんでね。全然いいっすね。もう一回ステロも入るし。かまわん。オッケーオッケー。これが身代わりの良さね。よしよしよし。まあ、だったらもう一枚したかったけど、まあ、これはしょうがない。ちょっとね。まあ、寝てたし、もう一枚でもよかったんかな。まあ、なんかちょっとね、ミライドンバックとかがめんどくさかったから、こっちにしちゃったけど。ここは電気テラス。まあ、すかされますが、まあ、そんな問題なくて。ここはツララバリ打っていきましょう。まあ、食べ残しだし、まあ、ギリギリなんか、テラス切られても貫通できるかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。ここはツララバリで。まあ、ラッシャーランドでクルクルして、壁ターン枯らしに来る動きとかは、まあ、ギリギリあるかもな。まあ、それはそれで全然いいね。そしたら、もう一回ラッシャー対面できたら、リュウマイ押しちゃおうかな。これ、ランドのトンボが下からしか入んないんで、まあ、相手もテラス切ってくる。オッケーオッケー。ここテラス切ってくれた方がありがたいんで、それは全然良い。何テラス？水かな？水テラス。いや、貫けないこれ。いけると思うんだけど、どうですか？頑張れ頑張れ、キュレム。お前ならやれる。さあ、ツララバリー。あ、よいしょ。あ、いけそう。ほい。2。5発入れば？ 3。あ、ギリ無理か。ギリ無理か、これ。あ、4発だった、そもそも。そもそも4発だった。いや、どうしよっかな、ここ。もう1枚しちゃおうかな。さすがにこれは割れるでしょう。いや、ちょっと、ラッシャー対面でもう1枚積んでよ。積んじゃってよかったな。壁が切れる。言うてリフレックまだあるから、ここ2枚積んだ方が強そうだな。いや、まあ、でもここ、眼風の卓があるから、でもツララバリでいくわ。岩石封じで結局 S 上昇できなかったら意味ないんで、ここはランド突破。 OK。 まあミライドンがスカーフ以外だったらこれでディサードないし、一旦これでいいんじゃないかな。だ、ここでリフレクも切れる。だ、裏次第ですけど。ああ、ラッシャーから来る。なるほど。え、ラッシャー、ラッシャーならここ、リュウマイ落ちちゃおうかな。まだ相手眠りターン一旦しか消化してないから。リュウマイ安定じゃね？リュウマイいい。よしよしよし。これは天然貫通のこの、キュレムの良さが出るんじゃないですか？このターンはまだ確定眠り。ちょっとさっき寝言隠してたからやめてね。袖から出さないでよ。オッケーオッケー。じゃあここはクロスサンダー打っていきましょう。じゃあここはクロスサンダーで、ヘイラッシャーを、ガチ破壊。ドリャー、強すぎー。オッケーオッケー。これはね、キュレムの特性が、ちょっとね、ちゃんとした名前覚えてないけど、型破りなんで、相手の天然も無効にしてしっかり貫通していけると。さあ、相手のラストは、ミライドンっぽい名前。オッケー、ミライドン。うん、で、今回ね、2枚したんで、相手のね、スカーフミライドンの上も取れているはず。あ、エレキシード？うおー。え？ま、さすがに貫けるだろう。で、ここはツララバリで。上取ってんで、うおー、強い。エレキシールミライドンもしっかりと突破して勝ちと、素晴らしい、ナイス。あ、テラボルテージね。はい、テラボルテージね。ありがとうございます。特性、テラボルテージらしいです。はい、対戦ありがとうございました。いや、これはブラックキレンめっちゃ強かったわ。チャンネル登録、高評価、よろしく。よし、やってこ。やべえ、メタモンやべえ。メタモンやばすぎー。あー、ロッゲからか。ロンゲ。コライドンマジ何？コライドンって何？あ、まだいいか。これでいこうかな。うん。あー、まあ、でも、神からでもいいよな。神から入れば、まあ、相手のステロ展開阻止できるみたいなね。ブリジュラスのステロ展開とかがだるいから、まあ、でもカバルドン入ってるから、ブリジュラスなんか、アタッカータイプでもおかしくないよな。なんか、ステロ役2枚はなんか、微妙じゃね？神ロンゲキュレム。これでいきましょう。お願いします。さあ、相手の先発、バタバタ神。名前好きだな。じゃあ、ここは、まあ、一旦ね。挨拶代わり。礼儀っていうものを見せてほしい。羽ばたく神。上取って、
上取って電磁波、上取って電磁波相手麻痺、カババックが一番だるいから。メタモン相手いると思うんだよな、多分だけど。メタモンがいると思ってて、コライドもいるから。オッケー、シャドーボール。昨日も同速負けたんだよな同じ対面、全く同じ対面でね、昨日も同速負けてた。 D ダウンはどうでもよくって、電磁波ナイス。いやー迷うねここ。挑発から入ってもいいけど、まあカバの性質切ろうかな。メタモンだと思うんだよね、たたり目。あー、カバルドンいるか、カバいる。コライドンだったコライドンマジか。ムーンフォー、まあムーンフォーは打たないか、確かに。ちょっとね、挑発と迷ってたんだよね。コライドン、ほい、勝った。直帰だな。いけー、羽ばたく神、お前が最強という子見してやれー。うおー、電気テラスとかやめてね、さすがに炎だろ。電気マジでやめてね。あ、耐えです。あ、二度茶ね、確かに。はい、ビリ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 最悪だ、最悪だこのゲーム。二度茶、これはまあ、リフレクで切り返せるから、まあいいんじゃないかな。そうだね。神は突破されますが悪くなくて、まあ、ロンゲからでいいかな。で、まあリフレクから入りましょう。え、ラス1メタモンだと思うんだよな、さすがに。リフレクター。ニトチャー。普通ニトチャーバカ強いからやめてほしいんだけど。てか、麻痺ってくる。ああ、でもロンゲいい耐久してるね。じゃあ、ここは、タイプ1以下さまで削り入れていこう。まあ、羽ばたく神が出てきても、まあ別にそれはそれでいいんで。まあ、相手は羽ばかみかな。あ、メタモン。オッケーオッケー。それはありがたいかも。メタモンは、まあありがたいやも。ちょ、不毛対面やめてください。デンジャーで。あ、待って、デンジャー効かないじゃん。やばい。やめてやめて。恥ずかしいから。まあいいか。リフレク。ここでも引いてくると思うんだよな、相手。あーんえへ。ここ相手居座るしかないから、アミーバックか。まあ、イカ様でいいな。ただこれ S 上昇リセットできてるから、そんなに悪くないと思うんだよな。1個目ロッケいい。多分、ハバカミじゃないかな。ハバカミ。あー、でも、ハバカミイカ様で削り切れるかどうかだな。勝った。A0 厳選してそう。偉い。壁張って。うん、ほう。青く落としてくれた方がありがたいから、それは悪くない。まさかでも壁込みでこれだから、ちょっと CS だと思うんで、相手最速だったからね。俺、積みたくないなぁ。積まずになんか殴った方が強くね。ダメ系回します。あー、でも積まないと落ちないなぁ、これ。クロスサンダーなら落ちる。クロスサンダーも落ちないか。まあ、威力一緒か。一緒だから落ちない。リグマイ積むと負けそうなんだよなぁ。リフレクあと3ターン。リフレク、相手は？相手あと何ターン？スカーフ、絶対スカーフなんだよな。リュウマイ積まないメリットがあんまないか。まあ、引ったら上振れだし。あ、引っ込めるでかすぎ？引っ込めるはありがたい。コライドンかな？そうだよね。はいはいはい。まあ、それはありがたい。まあ、わかるな。リュウマイ。エンテラ身代わり成立してる？身代わり打ち毒みたいな話あるか。相手リフレクあと1ターンで切れるから。まあ、最悪麻痺の思考回数稼げるし、エンテラス身代わりで結構順当にいい気がするな。だここは電気テラス。で、身代わり張って。で、いいんじゃないかな。オッケー、上取ってる、ナイス。麻痺でー！ほい！ほい！ドンチ！ギリ耐えない、それ。ギリ耐えない。リフレク込みで。どう？お、神ー！来たー！熱すぎー！じゃあ、ここは、これ身代わりがぶち刺さっていてー。クロスサンダー。ほい！ドリャー！待て、コライドン勝った。マヒル！マヒル！ニトちゃん、うわ、マジか。痛いなー。まあ、ちょ、まあ、そうか。ちょ、思考回数稼いだけど、まあ、これはしょうがない。まあ、運なんでね。いや、動きはでも悪くない。
あれ、ハレカン枯らせば、ここはクロスサンダーでよくて。オッケー、クイ上取ってる。いいよ。とりあえず、コライドンは突破。いやー、勝てるかなどうでしょうか。微妙だよな、めちゃくちゃ。アバカミから来る、まあ、そりゃそう。あれターンが後？あ、そうか、つららばりでどっちにしろ貫通されるから、身代わりそんなメリット大きくないよな。晴れターンあと1か。まあでもつららばり安定か。上はでも取れ、310の半分だ。あ、上取れるな。上取れんなら勝ちじゃね結構。ここはつららばり安定で、これは上取れてるから、オッケー、いい。オーロンゲの、ま、デンジャーが偉すぎた。オーロンゲじゃないか。神か。デンジャーがどっちにしろ偉すぎ、マジで。よし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 。これいけるぞ。プラス1メタモンね。メタモンコピーされる。まあ、ツララバリではいいと思うんで。スカーフだもんね、相手。リュウマイ打っても負けるから、ここはツララバリで。落とせるだろ。ツララ。で、耐えるだろ。相手ダイス持ってない。やめてやめてやめて。ダイスじゃないもん、お前。ストップ。よし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 。これはダイスの差によって勝てるんじゃないか ?2、はい、3。はい、4と、オッケー。いや、いいな。これコピーされても相手はダイスないから、こっちの方が火力出んの結構偉いな。よし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 。いいな、ブラックキルム相手のストッパーに強いの素晴らしい。対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このブラックキルムの強さを見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。マップのこのブラックキルムね、相手の積みストッパー、天然ですとか、あとメタモンに対してもね、まあ、相手はね、イカサマダイスが乗らないっていうところで、まあ、結構ね、優秀な積みエースだなと感じました。本当にね、このブラックキルムめちゃくちゃ強かったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のネタのパーティーがこちらになります。まあ、なんかイメージ的にはオーロンギとか羽ばたく神、まあ、あとね、カバルドンとかからこのね、ブラックキルムを通していくっていう構築になっています。まあ、ちょっとね、このブラックキルムの弱点として、相手のね、持久力ブリジラスに対して結構弱いので、まあ、そこに対して強く出れるイーユイとかね、羽ばたく神を採用してみたので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、下上でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメント、またね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方、メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひね、メンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。